井さんも告白して振られるのが怖いと思うことはありますか？ない。ない、ない。告白するときは、もう、むしろ、早めに振られたいぐらいの気持ちで行くんで、ええ。なんか一人で好きだわ、なんとかしたいわ、とか思うの嫌だから、うん。いや、もう本当、いや、俺好きだわ、はーってすぐ言っちゃうかな、結構。ねえちゃん、いいよね。飯行こうよ、つってすぐ言っちゃうと思う。ダメだったらダメで、もう次。ええ。女性に対する好きとか、いいな、とか思うの、結構さ、その時点って浅いじゃん。相手のことを大して知らずに好き好き言ってんだから、ほとんどが大体見た目と、外に出してるその人の感じで、ああ、いい子だなとか、薄いじゃん。なんか。だから、別にそんなぐらいの好きだったらいっぱいいるし、うん。ぶっちゃけ、誰でもそんぐらいのレベルまでは好きになれるから、そっから先が大事だから、コクってみて、アタックしてみて、飯行こうよとか、軽く誘ってみて、あ、来たい来たいって、こう、来てくれる人と、まずはスムーズに時間を過ごして、でその時間が、こっちよかったら長続きするっていう感じなんで、すぐ、すぐです、俺は。すぐ。